滋賀城は長野県佐久市にあった日本の城。滋賀城の築城時期は不明である。戦国時代、笠原清志茂が城主であった。東西約220メートル、南北40メートルほどで、南は断崖、北は急斜面となっている。東方に通じ両年に掘り切りと車を築いて防御し、西方に3つの車、中央にも5つの車が作られている。 武田晴信は、作軍を完全に制圧するため、天文16年滋賀城を攻めた。笠原清重は、関東官領上杉憲政の援軍を頼みにしており、滋賀城には、上野国の武将、高田健来も援軍として入城していた。また、武田氏軍が滋賀城を囲んでから、さらに上杉憲政の援軍が、薄い峠を越えて、滋賀城へ向かったが、 春信が派遣した、板垣信方、天まり虎安、横田高松らにより、お代元の戦いで、上杉氏の援軍は壊滅させられた。武田春信は、志賀城の士気の低下を狙い、城の周りに打ち取った、主球三千を駆け並べさせたと伝えられている。やがて城は落城し、笠原清茂、高田健平城兵300余りが戦死し、生け取りになった者は、 奴隷労働者とされ、黒川金山などへ人身売買された。その後、滋賀城に関しての記録は出てこない。城跡は、運行寺からアクセスできる。石垣などが残っている。また、城下には、笠原清重の首塚と伝えられる五輪塔が残っている。所在地長野県佐久市市が3611。ありがとうございます。